ベラルーシ共和国の独立記念日とは、ベラルーシの祝日で、毎年7月3日に定められている。2017年の独立記念日での軍隊のパレード、第二次世界大戦時、1944年7月3日に、バグラチオン作戦の中で、ベラルーシの首都ミンスクが、ドイツ国防軍の占領から解放された。1996年の物議を醸した、国民投票の実施中に、 ベラルーシ大統領、アレクサンドル・ルカシェンコは、ナチスドイツからベラルーシが解放された日である7月3日を独立記念日とすることを提案した。ベラルーシの独立記念日にふさわしい日について、議論が交わされている。1996年の国民投票が行われる、前は、ベラルーシの主権が宣言された7月27日が、独立記念日とされていた。 1990年7月27日に、ベラルーシ議会は、主権の宣言を可決し、1991年8月25日、モスクワの8月の事件の後、白、ロシアソビエト社会主義共和国は、共和国の主権宣言に、憲法上の地位を与えた。1991年12月10日に、ベラルーシ最高会議は、正式に、ソビエト連邦の解体を宣言した。 ベロベーシュ合意を批准する。ソビエート連邦の解体とともに、1991年12月26日に、ベラルーシ共和国の独立が正式に受理された。1920年代初頭から、様々なベラルーシの政治団体とベラルーシ人の移民は、ベラルーシ人民共和国の独立宣言の記念日で、ある3月25日を自由の日として祝っている。 野党の政治家には7月3日を独立記念日とすることを批判し、代わりの独立記念日に8月25日を提案する者も,もいる。独立記念日の主要な行事は荘厳なパレードである。公的な行事の後、祝日のパーティーが開かれる。国全体を挙げて祝典や祭りが催され、民宿では夕方に花火が打ち上げられる。コメリでは、 ベラルーシ人のアイデンティティを強調したコンサートとイベントが開かれる。ありがとうございます。